要するに認知症の中期になっても一人で生活しています。車も運転している可能性があります。ところが日本、アメリカちょっと勉強してないんですけど、日本国家の法律では認知症の中期になると後見人制度があってバッサリ法律が変わります。中期に書いた遺言書は無効であります。初期に書いたものは有効であります。悪用しないでくださいよこの知識皆さんがもし大金持ちなら、大金持ちじゃなくても皆さんの子供は争いますよ。金が欲しくて。ただより楽なものはない。残っていて俺に権利があるならよこせとみんな言います。争います。なぜかというと私がそのジャッジを書く診断回ってくるんですから困りますね。これは多分右肩上がり、100歳以上の人が増えてるんですけど、トラブルもさらに右肩上がりだと思います。そんなこと発表ないですよ。でも事実です。先生、先週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 Nice to meet you. Nice to see you again. Yes. あの先生はですね、日本とアメリカも海外いろんな国に回っておられて、はい、いろんな人種のブレインを見てきまして、はい、やっぱり日本人のそのブレインっていうのはやっぱりどこかやっぱり違うんですか。やっぱり先週も少しお話ししたように、人間の脳っていうのは自分だけで作られるんじゃなくて、その環境の影響を受けるんですね。それとあと人種も多少あるんですけど、やっぱり育った文化的な背景ってすごく影響されます。そういう意味で日本人が育つその文化的背景っていうのがやっぱりすごく影響してると思いますね。特にそのまあアメリカに来るといろんな人種の方が、ね、一緒に暮らしてますけれども、やっぱり分かりますよね。分かりますね、うん、やっぱり2600年以上やっぱり国家を継続してきて、いわゆる家計を守る、その自分の家を守るっていうことでずっとこうつなげる意識がありますよね。ですからそういった積み重ねっていうのがやっぱり一番大きく効いてんじゃないかなと思いますね、うん、他の国の人はどうしてもこうジプシーみたいにしてこう動き回って一つの継続性っていうものがやっぱりこうすごく違うような気がしますね、うん、これはエコひいきではありませんけれども、やっぱり日本人はすごいなってアメリカで暮らしながらやっぱり感じますね。一番はですね、うん、やっぱりものすごいインフラですね、うん、要するに日本とアメリカ行ったり来たりしてると何が違うかっていうと、デパートに置いてある品物ですね。あ、要するに孫の手とかかゆいところに手が全て届くんですよでそれが何がないかっていうと必ずそういうグッズが置いてあるんですね、うん、で売ってたりするんですね。でそれって何かっていうと、必要に応じて日本人がこの小さなことを発明できるんですよね。でちょっとしたことを工夫したりできる、そういった積み重ねがですね、実は日本人の脳の深い知恵を生んでるんじゃないかなと思いますね。本当にかゆいところまで手が届くとか、その相手の立場になって考えたりとか、そういうすごい深いところにやっぱり日本人はやっぱり私世界一じゃないかと思いますよね。その通りですね。例えば思いやりとかね、はい、感謝とか礼節とかっていうのは要するに自分だけじゃなくて相手も意識しますよね。で何が違うかというと、そういう考え方を持ったりそういう文化を持つことによっておそらくですね、脳がまんべんなく育つんですよ。ですから何が違うかっていうと、より脳を広範囲に左右まんべんなく使える可能性のある人種使っているようなことが日本人の特徴じゃないかなと思いますね。なるほどね、はい、先生最近社会問題が結構起きてますよね、日本ではですね、はいはい、あれを見てるとすごく悲しくなっちゃうし、そうですね、一体どうしたんだろうって、なんかみんな変なものでも食べて脳がおかしくなったんかなって思うことがしょっちゅうありますけれども、ね、先生から見て
まずね、食べ物の食生活、これはやっぱり昔ながらの日本のご飯と味噌汁に戻すべきですね。でそれによってですね、食卓に人が集まる、時間を守る、3度の食事をとる、そうすることによって決まった時間の周期を持ちますよね。でこれがやっぱり日本人の礼節と規律性をやっぱり高めていくと思いますね。食べ物その食物そのものに、例えば変に添加剤とか防腐剤とか結構いろいろ入ってますよね、はい、こういうものっていうのはやっぱり人間の、まあ、最悪ですね。ですから脳に影響があるありますね。脳だけじゃなくて肉体に、要するに肉体が滅びたら脳もいずれ滅びるので、いかに私たちはその脳と体にいいものを取り入れる、それは実は知恵だけじゃなくてですね、食べ物も同じですね、水もそうですね。ですからそういったそのいいものを日々選択する力、そういったその分別する力、選択する力もやっぱり脳から来てるので、それをやっぱり大人になってですね、習慣づけてしまってするとなかなか変えにくいので、やっぱり小さいうちからですね、そういうその基本的なリズム、それから食べ物の感性っていうのを養う必要があると思いますね。失われてますね。失われてますね。残念ね、はい、先生コマーシャルの後またお願いします。よろしくお願いします。人間の人生が2度あってもおかしくないなって、いや3度あってもおかしくないなっていう、要するに脳が50前後をするとですね、知っていることがあだになるので動かさないといけないんですよ、とにかく。だからライフスタイルを変えないといけないんですよ。とりわけ自分の学歴とか勉強を一生懸命してきたなと思う人は、本当に違う考えとかその辺の掃除とかですね、要するに自分がしないだろうってことをしないといけないし、特に管理職ですね、管理職になったら、だって管理職になったら下っ端の仕事してたら変じゃないですか、会社がおかしいよね。だから違うところでやらないとボケます、劣化します。ですから見てないところでやらないとダメですね。だってもう管理職が会社でいろんなことやってたら下にする仕事がない、だから違うところでやらないといけません。そういうふうにしてですね、知ってることがあだになってきます。これが僕も最初気づかなかったんですよね。50代に入って本当に自分でも分かってきて、歯だと思いましたね。だからこれは自分に向かって言ってます。先生ね、日本の将来のことを思うと、子どもたちのいじめとか自殺とか、そういうなんかこう毎日毎日暗いニュースを見てますと ね、やっぱり日本の将来が心配です。そうですね、やっぱりコミュニティが破壊されているので、日本人がその今まで維持してきた祭りごととか、そういうお参りごととかですね、季節の習慣とかですね、そういったものをやっぱり伝承していく、これが一番一つ大切なことだと思いますね。国としてですね、はい、今安倍政権は一生懸命なんかしようとしてるんですけれども、はい、国策として何かありますか、日本では。やっぱり武道を ね取り入れるようになって、その要するに、剣術とかですね、柔道とか、剣術って言っても、剣道ですけども、実はですね、その道路の道、はい、道っていうのは形がないじゃないですか、はい、形がないものが分かることができるのが日本人の特徴なんですよ。道が見えてないのに私たちはその道を目指して剣の道を行けたりとか柔らの道を行けるんですね。柔道、剣道、そうですね、道のつくもの、書道とか弓道とか、はいはい、道、はいはい、だから道をのつくものを私たちは身につけることが必要で、その一番大切なのはそれをつけながら道が頭の中で見えてくる、これがとても大事だと思いますね。でそれがなくなると全て実存的になって、テストの点数はどうだとか、
目に見えるものしか認識しない。実は目に見えてないものを形にするっていうことが脳の働きなのに、最初から見えてないものはおかしいじゃないかってなったら進歩がないですね。ですから実は日本人というのは形のないものをお互いに共有できるっていう、この力がやっぱり他の国の人たちと比べて、まあ、断トツに優れてるんでしょうね。でもそれがやっぱり劣化したところも あるので、そこをやっぱりもう一度戻す必要があると思いますね。で僕はそれ簡単に戻せないので、脳の道からそれを戻すように。脳の道から、ええ、要するに今までそういう剣術とか剣道っていうのは習い事じゃないですか。でも脳っていうのはみんなが持っている共通の言語ですよね。だからその脳とそういう道が結びつくことによって、私たちはもっとそのこの科学が進歩した時代でももっと有効にそのいろんな日本人が持っている道について語ったりその価値を見出すことができると思うんですね。で僕はその日本人の持っている道に対してこう脳から説明したいなと、今そういう本も書いてます。脳の学校がそれですね。そうですね。だからやっぱり脳の学校によってその日本人の持つ道、そういったことが世の中の平和につながったり、日本人というのはやっぱり男性が80歳女性が88歳までの超高齢な国になってきて、世界で唯一人口が減っている国なんで、そういった国がですね、その最先端の国がどういう生き方をするか、そこの国にどんな素晴らしい人が生きているか、多くの人がどういう生活をしているかっていうことがとても世界地球の平和にとっても大事だと思うんですね。確かに日本は今人口もだんだん少なくなっていきますと同時に、その日本の古来からのその素晴らしい、まあ、伝統とか文化とか、先生さっきおっしゃったようにその道ですね、はい、でこういうものっていうのはその異文化の人たちにも通用するんです。教えたりとか通用すると思いますね。感じてもらえることができますか、はい、で今までは例えば日本人だけって思ったと思うんですけど、脳をまんべんなく使えるっていうその共通の言語があれば理解できますよね。世界共通のものですね。そうですね。実際例えばフランスでは柔道をやったりとか、あるいは空手とかいろんなものが広がってますよね。茶道にしても着物にしても書道にしても日本人の持つそういう脳の使い方の表現系だと思うんですね。ですからしっかりそういったものと結びついて説明できれば、僕はどんどんそういったことが広がっていくんじゃないかなと、うんうん、なるほどね。ですから日本人は海外に出るのもさることながら、その海外の人たちが日本に来てもらって日本の素晴らしさ良さを見てもらったりして感じてもらって、そしてさらに自分の国へ帰ってこういういいものがあるんだよっていうことをこう宣伝してもらえると、おそらく世界中から日本に対する偏見みたいなものがなくなるじゃないかと、ね、おっしゃる通りだと思いますね。ですからやっぱりどれだけその価値あるものをね見せることができるか、あるいは提供できるかがすごく大事で、うん、唯一やっぱりアメリカと日本の違いっていうのは、アメリカはやっぱりこのサイエンスの国なんですね。で日本は科学って言わないんですね。理科の実験とかそういうその技術なんです。ですからその科学の分野をですね、もう少し日本人が身につければですね、もっと海外の人が日本に来た時に日本の国の良さをですね、科学的に知ってもらえるっていうふうに、これは難しいですね先生、はい、だそういったものにやっぱり脳から僕は今挑戦している。まあ、それが脳の学校なんですけど、ね、そうですか、はい、どうですか先生、可能性としては、ええ、やっぱり近い将来にはそういうふうに状況は良くなってもらえますか。つまりその日本をもっともっと理解してくれる世界中の国々の人たちがもっと増えるということですね。増えると思いますね、うん、というのはやっぱり日本は世界最大の長寿国なんで、どうしても人口が減る長寿国、それから日本の社会がどうしてその今の現状になっているかっていうのは、
世界の模範なわけですよ。要するに2600年続いている国は他にないわけですから、その伝統ある国がそこに住んでる人々がですね、どのような生き方をするかというのが僕はすごく大事で、みんな責任ありますね。ありますね。で、うん、僕自身はやっぱりその世界で初めてそういうその人間の脳の一生っていうものをやっぱりこう捉える技術を持って、まあ、どんな人よりもやっぱり人類の脳を見てきたので、そういったものを日本を中心にしてですね、あの世界に広げていきたいなというふうに、うん、まあ、陰ながら思ってますけど。いえいえ、まあ、先生はますますご活躍されて、今のところ海外はアメリカ、いや、もうヨーロッパとかですね、はい、いろんなところに、アジア、東南アジアの方、はい、今僕の本はあの台湾、韓国、インドネシア、あの中国、みんな、うん、あの翻訳されてます。そうなんですか。まあ、これからあの欧米諸国、そういった翻訳されればいいなとは思ってますけど、ぜひぜひ、あの近いですから、アメリカと日本はですね、はい、ぜひまた承知いらしてください、はいはい、よろしくお願いします。ロサンゼルスの日本人たちはみんなすごい元気いっぱいの人たちですから。そうですね、ですからやっぱりあのロサンゼルスからですね、あののやっぱり生き生きさを逆に日本の人たちに伝えられるようになったらいいなと思いますけどね。そうですか、はい、先生どうもありがとうございました。いや、こちらこそどうもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。はい、